皆さん、聴者のバケモン魔血委員会のカメラアイニーノとバケモン魔血委員会のイリポン先生です。気をつけれ、よろしくどうぞ。サンリオピューロランドに来ました。イエーイ。浮かれても来ました。浮かれて耳もつけてチームもつけて20分ぐらい悩んで選びました。今日は遊び尽くしたいんですが、ちょっとある企画をやりたくて、私は今日この量産型オタクの格好で来てるでしょ。入江さんのオタクとして、うん、入江がどこにいたってニーナを見つけれるってことで、イリポン先生をサンリオピューロランドで探せ。あのイリポンが今から5分間先にあのピューロランドに解き放たれます。で、入江は本当に逃げるとか隠れるとかでもなく、純粋にピューロランドを楽しんでいく。はいはいはい。ただしこの後大食い企画があるので、食事はしないように。食事はね、買い物するもよし、アトラクションに乗るもよし、うんうんうん、もう自由にしていただいて構いません。はい。で、私はその5分経った後に、入江がここで絶対遊んでるだろうみたいなのを自分が予想して、そのイリポンを探しに行くという企画になっております。はい。で、制限時間は30分で、イリポン先生を見事捕まえることができたら何かありますか？考えましょう何かもらえましょう。できなかったらじゃないの？できなかったら考えましょう。考えましょう。何もありませんじゃあ早速イリポン先生をピューロランドに解き放しましょう。はい。ですか。え、じゃあ35分測って5分経ったら俺行こう。うん、OK。 いきますよ、よーいスタート。じゃあ5分間、さようなら。じゃあニーナ、その間にあれします。あのオタクのみんなが大好きネームプレートを作ろうと思います。5分でこれ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 さ、友達にもあげたいから。あずきと最近よくオタ活してるんで、あずきにお土産を買います。いるよ、ほらコギミョンコギミョンいるよ。いいじゃん、コギミョンにしようよ。バケ会で作りましょうよこれ。そうしましょう。すごい、なんか盛り上がってる会場が。やばい、なんかこのさ、一気に作るもんじゃなかったかもしれん。やばいやばい。え、すごい、見て、色とりどりのパーツたち。これめっちゃ迷うんだけど。すごい、見て見て、サイリウムありますよ。すごいですか。だって持たせれるんでしょ、サイリウム。え、トートミフカシ君なんだけど、トートミの秀吉。入江さんピンク色なんで、ピンク色と、ニーナちゃん青色なんで青。え、かわいすぎて。ぶち殺したい。タイムロス。やばい、本当タイムロスなんよ、やばいって。バケ会。え、かわいい。え、超かわいくね。やばい、3分経っちまってる。やばい、8分経ってるやん。やばい、ママハンデみたいなもんですよ。すぐ分かりますよ。入江なんか大体これでしょ、喫煙所でしょ。まあ、ハンデですよ。10分で見つかっちゃうんでね。もうこれぐらいしないと。インチティーナーなんで、インチティーナーなんで。入江がね、アトラクションのことはまずないんですよ。そう思いますね。なんかサンリオの中で遊ぶの初めてなんで、30分間普通に遊びたいんだけど、写真を撮りたくって、ちょっとインスタとかにあげたい。なんか良さげな写真スペースを探しに行きます。ちょっと急いだ方がいいかな、少しトロトロしてたら普通に5分経つ。なんか暗いね、明るいところ行きたいんだけど。あ、これでも乗りたいかも。ボートライド乗ります。でもどっから乗るんだろう。え、どこ？あ、ここだ。ここじゃない？木の階段登っていただいて、登ってる途中に列がございます。あ、わかりました。ありがとうございます。こっちだ。今日はコギミュンをつけてみました。で、ここに小銭入れ。ポーチ。ちょうど多分ニーナが今スタートしたところなんで。そうです。え、ありがとうございます。今ちょうど巻き替えを撮影してて、
入江が今この館内のどこかにいるのね。入江見つけたら教えてください。ありがとうございます。嬉しい。待って、ちょっと待って、思ったより広いぞ。やべえ、どこだろう。絶対なんかどっかで見てると思うんだよね。すごい、見て、星が出てるわ。競馬が私に、あ、待って、これ見てんじゃね。あれ、いない。見つからないもん、やばい。こんな暗くちゃわかんないよ。はい、お荷物下ろしてお待ちください。はい、さんが乗ってるって絶対思わないね。はい、乗らなそうだよね。はい、すごいいい匂いする。あ、すごい優しい、この坂。かわいい。初めて乗ったかな、多分。すごい、あ、パーティーに招待されてんだ。変なの、すごい。足長い。自分このちっちゃいやつ好きなんですよ、ハムスターみたいな。かわいい。何？ディスられた。もうめっちゃ綺麗。これはあれだ、今向こうにステージしてる。自分に正直になる。なんかさ、写真どこで撮るんだろう。癒されました。ちょっと逆に最初の入り口らへんところ行って写真撮りに行きます。あ、分かった、俺分かったわ。入江のことだから多分ね、写真映えとかしてると思うんだよね。撮影してるわ。だからキキララのこれ、トゥインクリングツアー、ここにいるわ。はい、これ確信です。確信ですね。来ました。これはレディキティハウスでしょ。ほら、なんか映えスポットっぽくない。来た来た、これだわ、絶対これだ。いや、ここでしょ、もう絶対ここですよ。確信ある、これ。くそ、ここにいなかったらやばいぞ。俺行けんのか。だってあいつがサンリオピューロランドで何をして楽しむってんだい。写真以外ねえだろ。16分。え、これ待ってられなくね。でこれエグジットで待ってれば絶対出てくんじゃん。ドヤ顔で待つか。絶対いると思ったんだけどな。え、キティさんとこかな。いや、この階いないな。いや、ワンチャンお土産屋にいるかもな。すごい、いないな。いや、わかったわかった。はいはい、わかりましたよ、わかりました。私シナモロールのとこにいますね、これは。いや、写真映えであってほしいな。自撮り棒はあるんで。あ、さすが。ここでちょっと写真を撮りたいと思います。ちなみにあと13分なんで全然大丈夫かも。OK です。なんかキキララのところ行きたいんですよね。キキララのところに移動します。どこだろう。このモコモコタウンに行きましょう。このふわモコタウンへ。うわ、ほら、もうこんなとこでさ絶対写真撮ったでしょ、もう。ほら、入江の残りが感じるくない。どう考えてもいないっすね。え、ほら、なんか桜が咲いてるとことかでさ撮れよ写真を。
なあ、何してんだよ。これ喫煙所マジワンチャンあるやん。え、伊藤くん？え、あれ違う？あ、違う。ほら水色のさ、トレーナー着てる。惜しい。てかさ、もう こうなったら追い込み色じゃない？追い込み色だよね。だって今ここ全部見ていなかったから、追い込んで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 じゃないの。いや、お土産屋さんワンチャンあるよこれ。さすがに色よではあるかも。え、いないね。いや、いねえわ。マジかよ、お手上げだよ。やっぱレディアーキティさんって、やっぱあのアトラクションの階にいんのかな。絶対アイドルだ。見つけました。おい、イリポン先生、逮捕。見つけました。見つかった。見つけました。え、すごい。やりました。ギリギリじゃない、割と。あと9分だ。あ、あと9分か。やった。追い込み、よく見つけたね。追い込み量してた。はい、記録14分36秒でイリポン先生確保。え、どこ行ってたの。なんとかライドみたいなやつ乗ったんだよ。乗ったんだ。そう、乗り物1個乗って写真を撮っていこうかなと思って。あ、やっぱり、うん、うちらも最初から映えスポットしか行かなかったんですよね。ちょっとシナモロールが盛り上がっちゃってて下で。あ、そう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 。暗くて見つかなくて。で、入江は暗くてうるさいとこ嫌いだから明るいとこに出てくるだろう。最初はそう、虫みたい。そう、キキララのフォトスポットみたいなとこ行って。あ、そう、今から行こうとしてた、それここじゃないです。じゃあこれ入江にプレゼント。え、ありがとう。あの最初の始まって5分の間でこれを作ってたの。あ、そうなの。時間がオーバーすぎて10分ぐらいでここにいたって。あ、そうなんだ。だからタイムオーバー。はい、ありがとう。ここに見る。かわいい。しかもなんかオタク仕様になってる。そう、サイリウムバージョンの負け替え作りました。かわいいっしょ。じゃあ罰ゲームとしてこれをここにつけといて。罰ゲームなんだそれ。罰、嫌でしょ。私はしまうよ。というわけで引き続きサンリオピューロランドで遊んでいきたいと思います。はい。なので動画も上がるのでぜひサンリオのシリーズ見てみてください。はい、じゃあねー。